にちは、音楽家の日常チャンネルです。今日はこのショパンのプリリュードの第9番のここのトリル、左手で弾くトリルが2回あるんですけれども、ここの弾き方をお話ししたいなと思います。こういうふうに、まあ、トリルといってもね、速いトリル、それからゆっくり弾くトリル、それからまあ歌うようなトリル、いろんなことがあり得るんですけども、ここの場合は割とこう速い、ちょっとこうティンパニの、トレモロのようなそんな感じの音が欲しいところで、こういう速いトリルを弾くときにどのようなテクニックを使うかということをお話しします。ピアノのアクションというのは、ハンマーが弦をね打つことによって音が出るんですけれども、これが、下がって切る、下がり、一番下まで下がるとここになりますけれども、ここですね。でも真ん中あたりからもう一度打ち直すことができるという特徴があります。なので、あのこれとこれは今一番下まで降りてますよね。で、降りないとできるわけです。で、さっきのトリル弾いてる時なんですけれども、どうでしょうか。ハンマーが下まで降りていないことが分かりますでしょうか。もしこれハンマー下まで降りるとなると、ものすごくバタバタしたトリルって難しいです。でも、こういうことによって、ハンマーが下まで降りないうちに次を弾くということが、できるために、このような速いトリルが。で、これ鍵盤上で見ると、これは今上まで上がった状態、それがこのように、全部上まで上げないうちに弾くという弾き方をすることによって、このように素早いトリルができます。で、それでペダルをつけると何個弾いたか数えられないような。でもこれ上まで開けて弾くとちょっとはっきりしたこう数えられるようなトリルになります。ですので、まあ、ここのこの曲の場合のここの部分についてはこのように、テクニックを使います。で、指の動かし方としては、同じ指でこう何度もこのように少しこう震えるかのような、そういう動きがここで、ぜひ、皆さんも。最初発見でもいいですし、このように、全部上まで上げないタッチというのを練習してみてください。